はい、どうも皆さん、こんにちは。すごろくです。ちょっといろいろやってたら、その前回言った防寒具を交換してもらうためのレシピが、多分これですね。ピリ辛3回焼き。できちゃったー。よーし、じじい。もう使ったよ。ほら。ほっほっほ。わしの考案した究極の手料理、ピリ辛3回焼きではないか。お主、どうしてそれを。あんたのレシピを見たんだよ。いや、それよりそのレシピは、だからあんたの見たんだって。おお。そうやった。ハイラルバスを入れるんじゃない。ああ、そうですね。さっき言った魚ってのがハイラルバスですね。おお。よかろう。お主の料理のセンスを認めて、この防寒魚新手帳。やった、やっといける。よし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 。ああ。え？そんなにするの、あれ。とりあえず防寒着をよし装備しましょう。装備、あ、なんか緑だからリンクっぽくなった。よーし。始まりの大地の最後の祠、ようやく来ました。ちょっとね、ここまで来るまでめちゃくちゃいろいろありました。もう本当に大変でしたよ。なんか川が流れてるんですけど、それが多分その雪なんで冷たいのかな。もう落ちたら速攻でライフゲージなくなるんですよ。いや、大変だった本当に。よし、最後の祠やっていきましょう。名前なんだったっけ、見なかった。さて、トゥミン家。なるほど、よろしくお願いします。表柱、まあ、ここ雪のところですからね。シーカスト認証アイテム入会します。かも。アイスメーカー。水面に氷柱を作り出す。冷やし氷柱はとても固く溶けることもない。溶けないんだ。水辺での足場や、障害物として利用することができる。作った氷柱にもう一度使うことで破壊もできる。なるほど。いや、これ本当に、本当に欲しかったやつだ。水の上に、まあ、多分落ちたらアウトなんですよ。ここは大丈夫か？これはいいのかな？その上にアイテムとかあったりして絶対無理じゃんって思ったけど、これですね、多分。使いましょう。わーお。あ、親切設計。ここかな、とりあえず。いやー、すごい。で、氷の上でもリンク登れちゃうんだ。あー、あっちもなんか行けそうなんだよな。とりあえずこっちから行きますか。ゼルダの伝説？あ、もうこんなん、どこでも作り放題じゃん。よし。行くでー。あ、すごーい。そういうことか。今、普通に上から行こうとしてた。また、これさ、こうしちゃう。ガード。そういうことでしょう。待て待て待て。ちょっと、やめて！いったー、これ、簡単か。あ、簡単じゃん。危ない！なんてことはなかった。壊すってあるけど。あー、すごい。あれ？こっちから、ここが見える意味は何だ？帰りやすいよってことかな。ん？そっちは何もないよね？意味ないよね、多分。足元を狙う？あ、そういう、あ、なるほど。あ、違った。こうやって足元を狙う。作る。あー、結界紙みたいなね。あ、でも届かないじゃん。
あれ壊す意味ってあるのかな、表示戻す。さっきのやつも壊しておこうか。ほい。壊す。なるほど。ちょっと出るね。そこだね。あれ作る。ん？作る。作れない。作る。あれ作る。よし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 。こういうことだ。うん。よいしょ。で、お、あんなところにあったんかい、トリコ。足元に作る。へえ。いや、ちょっと武器不足が深刻だからね。ああ、よしよし。やりいいよ。氷を壊す必要があんまりないな。まあ、今後使うんでしょうね。なんかさっきのシーソー片方やったのを上行ってから戻すみたいな。もうないよね。よし。これで始まりの大地は全部終わりかな。国国鎖よくぞここまで。あなた様こそ魔王ことなき勇者。今こそ女神入り、あの名において克服の証を授けましょう。これ一緒だな。飛ばしていいのかな。あー飛ばせちゃったー。あ、でもそんなに飛んでない。我が役目は俺、女神ハイリアにの加護があらんことを。よし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 、これでようやく最初の大地終わりましたね。始まりの大地か。え、だからお前どこまで来るんだよ。これでこの大地にあるすべての祠で克服の証を手に入れたことになるの。ふわっふわっふわ。時が来たな。リンク。お、う、名前で呼んだ。お、え、え、お主にすべてを話す時が。おお。四つの祠が交わる場所を訪れるのじゃ。わしはそこで待っておるぞ。は？よいか。四つの祠が、交わるところ、じゃ。え、待て待て待て。マジか。その祠の交わるところっていうのが、多分ここですよね。時の神殿。なんかなってますね。祈る。ほう。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。そなたに力を与えましょう。すでに克服の証を4つ持っているようですね。あ、ってことは、1個でも取ればなんかイベントあったんだ。その克服の証4つと引き換え望みの力を与えましょう。は？あ、そう。あ、そう、これね、ちょっと僕ずっと欲しかったんですよ。あ、どっちがいいかな。頑張りのやつは、そう、頑張りも欲しいんだよな。ハートにしとこうかな。ちょっと死にまくってるんで。ハートのやつを増やす。はい。あー、これね。デザインね。はいはいはい、ゼルダですな。試練を克服した者のみが得られるとても貴重なもの。ハートの最大数が一つ増える。はい。おーし。これでかいぞ。お行きなさい、このハイラに安寧を。お。お。どこだ、じいさん。今度はどこだ。お、めっちゃ警戒してる。あ、やっぱり。女神の祝福を受け、一段頼もしくなったな。わしはここじゃ。早う上がってこい。なに？
大丈夫？これ足場崩れたりしない？滑り落ちたりしないよね。あ、いる。じいさん。え、待って、ここで戦ったりする？もしかして。お、なんだ。さすが、さすが。では、めっちゃ喋ってる。わしの本当の姿を見せるとするかの。我が名は、ローム・ボス・フォレームス・ハイラル。え？かつて、この地にあった国ハイラル。その最後の王だ。え、ハイラル王ってこと？うわ、この国は100年前大厄災によって滅んだと言うたな。はわしはその時に命を失い、今や魂だけの存在となってしまった。記憶の確かでないお主に全てを語れば混乱する。そう考え、わしは仮の姿をとっていたのだ。許せよ、はい、今こそ話そう。100年前何があったのか。ああ、すごい、ちょっと鳥肌立ってきた。厄災ガノンの正体、それは太古の昔、この国に生まれた魔王が怨念と化して復活した姿なのだ。ガノンは伝説や研ぎ話に現れるものとして語り継がれてきた。だがある時、王国の占い師が一つの予言を告げたのだ。大地に厄災ガノン復活の兆しあり。だがガノンに抗する力もまた大地に眠る。我らは予言に従って発掘を行った。その結果、陶器祖先の手により作られた遺物がいくつも発見された。人が操る獣をかたどった四体の巨大遺物神獣、自らの意志で敵と戦うカラクリの兵士ガーディアン、それらは我が国で長きにわたり語られてきた伝説と見事に符合していた。封印の力を持つ王家の姫と大魔の剣に選ばれし騎士、彼らは遥かな太古遺物たちと共にまことガノンを封印していたのだ。100年前の王国には力の継承者である姫と才能ある騎士がいた。そこで我らも祖先に習った陣を張ることにしたのだ。ハイラル中から特に優れた能力を持つ4人を選び出し、神獣を操る任につけ、そして姫を長とし、彼らを英傑と名付けて結束を固めた。姫と5人の英傑が揃うことで厄災は封印できるはずだった。だが狡猾なガノンが我らの想像を超える策を持って復活したのだ。ハイラル城の地下深くから現れた。そしてガーディアンと四神獣を乗っ取り襲いかかってきたんだ。城の民や神獣の英傑たちは命を落とし、選ばれし騎士も姫を守るために傷つき倒れてしまった。こうしてハイラル王国は厄災ガノンに壊滅させられた。しかし生き残った姫はなおも一人でガノンに立ち向かった。リンク、後を託します。
あなただけが最後の希望。どうか。姫の名はゼルダ。わしの娘だ。そして最後までゼルダを守ってくれた騎士、それがお主だ、リンク。あの日、お主の命運は一度尽きた。だが、この大地の祠に運ばれ、百年をかけてようやく蘇生を果たしたのだ。お主が目覚めてより幾度か耳にした導きの言葉。あれは、今もハイラル城でガノンを抑え続けているゼルダの声だ。だが、ゼルダの力は時期に尽きる。その時、奴は完全に復活し、この国は今度こそ滅んでしまうだろう。リンクよ、国を守れなかったわしに言えたことではないが、ガノンを倒し、民を、そして娘を救ってやってくれ。だが、今なお四神獣はガノンに奪われたまま、ハイラル城でも多くのガーディアンが動き続けておる。今のお主がすぐにあの城へ行くのは厳しかろう。まずはここより東の地にある村を訪ねるのだ。村の名はカカリコという。そこに住むインパというものがお主の行くべき道を示してくれるだろう。カカリコ村の場所はシーカーストーンのマップに記されておる。まずあの双子山を越え、道沿いに北へ進むのだ。おお。おお。そういえばそんな話だったな。はい、というわけで一気に物語が進みましたね。っていうかムービーモードがすごいな。いや、時間かかっちゃったな。これ多分分けてるな、パート。はい、ということでいい時間なんで今回はここで終わりにしようと思います。いやー、圧巻だったな、いろいろと。じゃあ次回はこの始まりの大地を出て、かかりこ村、インパに会いに行きます。いやー、楽しみになってきたぞー。よーし、それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回以降も、よろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。